疲れ様です。お疲れ様です。ゆりちゃんか、ゆりちゃん、ゆりちゃん面白かったね。なんか騙すの気持ちいいっす。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、なんと僕じゃなくてプランナーのリリーちゃんが YouTube デビューということで、今日は真面目な話ですね。はい、今日は何の話ですか。今日はまあ、吹き付けなんですけど、うんうん、まあ、吹き付けしようと思ったんですけど、ちょっと雨なんで、うん、今回できないです。ちょっと降ってるんですよこれ、雨ね。はい、まあ、小雨が、うん、小雨がね、まあ、塗装できないんで、うん、でここの現場なんですけど、サイリングを張り替えてもらったんですよ、うん、腐ってたんで。あ、ここだけサイリング張り替えたのかね。その向こうです。あ、もう一個向こうか、はい、ここです。ここ、ここ、はい、こいつ、これを張り替えてます。ね、もう腐ってた。そうです、腐ってて。何枚、3枚、1、2、3、4枚。1、2、3、4枚。はい、あ、4枚ね、はい、短いやつで。そうです、こっちと大きさが違うね。違いますね。まあでもそれしかなかったんだ、材料が。はい、ちょっと、まあ、後入れなんだか。そうですね。おー、で、張り替えてもらったんですけど、ちょっと柄がやっぱり同じのないんですよ、うん、あ、これと同じ柄がない。うん、これってあのジョリパッドって言って、結構デコボコしてるから難しいんじゃないですか。そうです、難しいです。ジョリパッドっていう板の材料なんで、うん、えジョリパッドですか。いや、なんか思いのほか声がちっちゃかったからえって言っちゃいましたけど、よくジョリパッドだね。ちょっと高級な、うんうん、高級路線な塗料なんですけど、うんうん、あの骨材が入ってる、うん、骨材ってあの要は石吹きみたいなね。そうです、石の柄で触ったらちょっとジャリジャリするんだよ。そうです、これちょっと下塗り入れちゃってるんで、うん、こういう感じ、うん、はい、そういうことね。あれ、もうこれ下塗り入れて、こっちももうやってるわけでしょ。そうです、もう今柄は同じじゃん。そうです、これやったわけだ。でこれの解説、はい、OK。 でまあ本当もともとは全然もうツルツルのボードです、うん、ちょっとこれ写して、はい、うん、でこれもともとジョリパッドってやってて、うんうん、でもやっぱりそのツルツルのまま塗っちゃうと、うん、まあ、見栄えが、うん、ここだけ張り替えましたとか寝ちゃうんで。そういうことだね。で僕らあんまりジョリパッドって使わないじゃないですか、うん、でもその代用ジョリパッドってこの柄の塗料のことだね。そうです、アイカ柄の骨材の。そうです、アイカさんという会社から出てる塗料なんですけど、うん、あんまり僕ら扱わなくて、うん、でもちょっと、まあ、それでも何て言うんですか、そのままだとまずいんで、まあ、緊急でちょっと対応するのが、まあ、僕らのアートフレッシュ、うんうんうん、これあのローラー塗り、普通ローラーで塗るんですけど、うん、まあ、吹き付けもできるんで、うん、あの、あ、これでやるんだよね。そうです、これアート重たい、重たいです。これも一応骨材が入ってるんですよ。ちょっと嬉しいね。これだって今塗装屋さんでもゼネコンの仕事ばっかり行ってる子たちでもあんま見たことないんじゃない。そうですかね。お願いしよう、これ柄合わせるとかね。新築ばっかりやってる職人さんも多いもんね。はい、これも結局はその骨材って砂が入ってるんで艶消しになって、うんうんうん、ちょっとジョリパッドに似たところがあります、うんうん、なんで、まあ、これをこれで対応でこんだけの柄合わせたのね。そうです、もうこれだって普通に見て分かんないでしょ。分かる、分かんないです。私喋った方がいいのかなみたいな感じで言えば分かんないでしょ。まああんまり分かんないね。全く同じはちょっとできないんですけど、うん、そういうことだね。はい、まあ万能ガンっていうガンで、これ、はい、万能ガン、万能ガンなんですよ。リシンも吹けて玉も吹けて、うん、まあ、いろんなことができるガンなんですけど、うんうん、で今回はもうこういう頭、うん、この穴見てもらうと、これすごいちっちゃいやつなんですよ、うん、ちょっとオケツ持ってきていいですか。あ、部品持ってきていいですか。あ、いいよ、ちょっと待ってください。準備してからやってほしかったね。すいません。これぐらいの大きさだってことは分かるね。まあちょっと俺人より頭がでかいで、俺とさあ比較しようわからん感じで、人よりでかい頭の人と同じぐらいの大きさ。はい、すいません。はい、はい、うん、でこれ万能ガンって言うんですけど、うん、はい、普通のガンよりはいろんなことができるガンなんです。うんうん、万能ガンだからね。ガン、あのガンですね。壁の柄っていっぱいあるじゃないですか、うん、玉だったり、うん、リシンだったり、うんうん、これが1個でできるんですよ、うん、でこうやって部品がこうやってあって、うん、頭を変えれば、あ、これはこれのセットなの。違うでしょ、これまた別、あ、一応セットです。セットで買いました。あ、でこれいろんな部品がコアもついてんだ。そうなんです。ちょっと見せてみて。はい、あのこれのいろんなやつにこれ変えて。そうです、あ、そういうこと。頭だけいろんなやつ買うんじゃなくて。そうです、リシンの柄とかでもこんだけ口が違うんですよ。あ、これね。そうです、結局口っていうのはこっから出るんでしょ。そうです、こっから。これがもう最後の噴射口でしょ。そうです。ちょっとボタン押してもらうと、うん、どこボタンなんかある、ここに。お、こうやってエアーが今、エアーだけ出てるんですけど、カメラはまさかの飛んだ、口飛んだ。この口から今みたいにエアーが飛んで、うん、エアード塗料が一緒に飛ぶんですよ。こいつをね、つけたりいろんな形に変えて、ここ今日はあのホース の、 あの指で押さえたらトーク飛ぶみたいなもんでしょ。そうですね、あれの頭の形でシャワーとかいろいろあるもんね。そうですね、家のホース柄が。あ、うまいっすね。だでに営業やってたもんね。俺が社長の力。ビールもう一杯。あれ？あれ？間違った今。はい、いや、間違った。全然ことない。ありがとうございます。はい、ご苦労様です。カットされたから、はい、これ。いや、完全に使ってください。絶対使ってください。
で、はい、で玉吹くときはこうやって、うん、あここからも変えれるんだね。そうです、ここ外す。いや、こいつだけじゃなくてこの根元からも変えたり、もう何種類もあるわけだ。そうなんですよ。でこれは何を吹くの？玉？これは玉です。玉リシンっていうのはあのさっきトキトキのやつだよね。そうです、石が入ってる、うん、で玉っていうのはこれいい動画あったよね、1個。そうです、はい、締め切りします。おー、吹きつけタイルっていうんですけど、吹きつけタイルっていうの、はい、よくコンクリートの建物でこうやって、うん、雪の宿みたいな。あー、そういうんだよ。あー、うまいうまい、それうまいわ。ビールがうまいビールがうまいカットはやってるんですね。カットで使ってもらいます2人とも2人とも滑りましょうでも分かるよ、雪の宿は分かる。お菓子のやつでしょ。お菓子の、まあ、せんべいの、うん、そんな柄ついてる、まあ、俺あのスポンサーの金もらってないで名前出せんけどね先生、ちょっとよくわからない話しちゃう。ちょっと大人のやつそんなやつまだ来てないじゃあ本当にうちでスポンサーやってほしいってないかな、塗装屋さんとか。作業着欲しい。作業着の着やつね、うちで出してとかね。バートルっていう作業着がすごい好きなんですよ。バートルのメーカーさん見てますか見てください。あの作業着教育して毎回説明していい、あの支給してくれたらね、はい、もうバートルめっちゃ褒めます。バートルめっちゃ褒めるね、はい、で毎回それ説明するわ。あのであの提供をつけるわ、提供。はい、はい、ではい、でそうやってまあガンガン変えて、うんうん、まあ、今回はこういうちっちゃいやつで、うん、柄がすごい細かいんで、すごいよねこれ、うん、ちょっと寄れる、ガンガン寄ったってすごい細かいんですよ、元々の柄が、うんうん、これもすごい細かいやつなんで、うん、口もちっちゃく、うん、大きくしたら大きい柄が出ます、うん、そういうことね。そういうのは調整してます。でこっちがこっちがやった方だよね。そうです。これがだいぶこの機械で今拭いたんだけど、はい、こんな感じだよね。はい、ちょっと違うんですけど、元々サイニングの柄が出ちゃってるんで、うん、まあ、なるべく寄せて、こっちはもうあれだね。そうです、ジョリパッド、あの元々の柄ね。はい、ミスターフルだ。でこれが合わせたやつだね。そうです。誰今お腹だったのカメラマンさんですカメラマンさんです。もう10時回ってる、はい、ジムだもんね、元もう事務職やで12時結構きっかり飯食うたんだからね。はい、で、まあこんな感じです。今、はい、まあ映したと思うんですけど、まあ今日ちょっと拭けないんであれなんですけど、うん、まあコンプレッサーこうやって、うん、で、コンプレッサーがこんな風に安いやついけるんだ。いや、もうほんと部分だけなら、うん、こうやって一面拭くだけならいいんですけど、うんうん、本当は、うん、これはホームセンターで売ってるやつでしょ、うん、そうですけど、まあ、売ってます。1点も5万ぐらいでしょ、ぐらいで3万5万ぐらいだね。で、買えると思いますね、うん、もう大きいあの会社の吹き付けのやつはもう何十万のやつだけどね、コンプレッサーのやつは。あのタンクの大きさが違うんですよ、言ったら。うん、あ、そうかそうかそうか。そうです。あとエンジン、うん、こっちは電気なんで。あ、こっちのお手軽です、補修分、うん、そういうことね。補修とかではまあ車にちょこっと乗しとくわけないですよ。そうです。そうですね、うん、やっぱエンジン式の方が圧も一定で出たりとか、うんうん、あの強い圧出たり、そういうことだ、息継ぎとか。あ、エンジン、あ、そういうことね。まあ、あれ使ったりこれ使ったりで、みんなもまあちょっとした補修ぐらいやったらこんなんでいいよって。そうです、ね、まあ、なかなか戸建てやってるところと新築やってるところ違うと思うけど、まあアマゾンとか、あと、うん、引き付けさせて。ああ、そうだね、まあ、これ使ってるもんね。そうですね、うん、はい。まあ、こんなもんですか。そうですね、はい、はい、じゃあ本日は張り替え部分の張り替え部分の吹き付けについてお聞きいたしました、はい、塗装職人さん結構いっぱい見てくれてるみたいなんで、ぜひね、またチャンネル登録してうち見てね、はい、あと、いいですか、うん、まあ、やり方とかまあちょっといろいろあるんで、うん、こういう風にやった方がいいよとかもあったら教えてください。あ、そうそう、教えてほしい。で、結構コメント返してるね、じゃないですか。そうですね、返せるときは返して。俺はもう本当返してない、ごめんけどすげえもん、量が、まあ、結構夜とか結構返してるでしょ、あれ、まあ、朝パッと見たら、あれこれ返してもなと思って。そうですね、返してくれてる、はい、うん、ね、教えてほしいです。僕も、まあ、言ってもまだ十何年ですけど、うん、まあ、まだ全然職人の経験年数としてはまだベテランの方多いで、うん、そう、まあ、いろんな現場見て、そうそう、なんかウィンウィンの関係だったんだけど、なんかさ、はい、変なコメントもよね。そうですね、なんか変なコメントはちょっと、まあ、差し控えてほしいけど、はい、まあ、そのウィンウィンのお互いのね、そうですね、情報を共有できたら、交換できるような情報だったら、そういう人おるもんね、結構書いてあると、はい、僕もそれをあのみんなに伝えれるんで、あ、そういうことか、はい、あ、そういうことか、これいいらしいよとか、あ、そういうことか。例えばこの間もちょっと長くなっちゃうんですけど、動画が、あの紙テープ、じゃあやめようか。はい、すいません、お疲れ様です。そう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 、まあ、紙テープこういうのあるよとか、うん、ガムテープとか、あー、それあったね、一個でもやっぱ違うんですよね。試しに買ってみて、買ってみようか、あ、これいいな、この紙テープいいよってね。そうです、僕らもこっちのが使い慣れとんなとか、うん、いろいろ試行錯誤できるんで、うん、本当今マスキングテープでしょ。そうです、でマスキングテープと、あとな、あのマスカーとか、マスカーとかとマスキングは別でしょ。そうです、でマスキングテープとマスカーなんか、うちはこんなん使ってるよって結構知りたいね、こういうところがいいよとか、はい、あのなんか長さもあるよね、はい、なんかたまに鬱陶しいかけ方しんねんよね、なんでこんな風に使うんだよとかそれはお前のやり方だろって、はい、自由に問えるよねって、
俺も言われるもんね、よく社長としてはお前やり方間違ってると言われるけど、まあでもね、ここまで成長したし、はい、いい子、こんな面白いことやれる仲間もおるしね、それは俺のやり方だからね、経営者としては。だからまあ そういう書き方は良くないなと思う。上から、まあ、書くやつ多いでしょ。たまるよるじゃん。ますます、はい、いらんわこいつと思うもんね。ポチって削除してるけど。ぜひ、はい、ぜひいろんなことを教えてもらいたいですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。